退職干渉会社側から退職に向けて従業員を説得し従業員との合意により雇用契約を終了することを目指すことどちらも辛いですね希望退職者を募る方が良かったのではないかとも思いますがやめてほしくない人まで退職される恐れがあるからでしょうか今ある仕事で運転できるように機械を打って 小さな小場に移転して事業継続した方が良さそうに思うのですけどそうした方が岩倉の名前も残るしねお父ちゃんが何年もかけて大きくしてきた会社の規模で続けようとしているのが無理があるように思いますそしてこれを言ってはいけないのかもしれないけど会社ごと買ってもらっていれば 誰もも岩倉を辞めずにんんだかもしれませんよね。リストラも3人では足りないと思いますし資金を持っている会社に任せた方が社員も安心して働けるかもしれませんよね。そして私ならこれまでお父ちゃんを支えてきた恵さんにゆっくりしてほしいと思うかな会社ごと買ってもらえれば岩倉の名前は残るかもしれないし。 名前が変わってもこ場は残るわけだしお父ちゃんの作ったものがなくなるわけじゃないと思うのですだからめぐみさんにはゆっくりしてほしいかなとでもまがそうさせたかのように見えるけど決めたのはめぐみさんなんだよねかしわぎくんオーラがどんどん消えていってる彼の話は次回にしましょうか 第71話のあらすすじです3人の社員を人員削減するため舞はお父ちゃんが残した取引先の名刺の会社へ電話し候補者3人の再就職先を探すがことごとく断られてしまうそれでも舞は諦めることなく取引先へ直接出向き頼んで回る舞とめぐみさんが一月、再就職先を探して回った結果 二人の再就職先が見つかるが、退職勧奨を断った小森の再就職先は宙に浮いたままだった。